こんにちは、ひかりです。今回はこちらですね。久しぶりの登場。ドキドキマウンテンです。はい。カメラが動いているのは、三脚に立てちゃうとね、こう見せづらいんですよね、このおもちゃはね。だから、今回はこんな感じで、手持ち撮影です。で、今回ね、このドキドキマウンテンを走るミニカーたちはこちらです。まあ、全部がトミカってわけではなくて、クレヨンしんちゃん、カーズ、で、なんか、プルバックカーね。なんだっけこれ、なんのプルバックカーだろう。ウィリーのやつか。なんか結構有名だよね。で、これがダイソーのやつですね。ダイソープチタウンのね、プリウスかな。で、トミカ、バス、ホットウィール、トミカ、ハイパーレスキュー。で、他にもいろいろおもちゃ配備してます。EV がいたり、これね、レオの、キングザウルスのレオですね。アイアンマン。で、この辺はちょっとね、このドキドキマウンテンでは走らせないような車ですね。これとか初回特別だからちょっとね、大事にしてて、結構気に入ってんだよね。他はまあ走りづらいかなってやつとか。で、後ろにはね、ワンドラとかいて、上にホワイトライオンがいます。ではちょっとね、スイッチをオンにしていきましょう。オンにするとうるさいんでね。あっち。よっ。よし。さあ、こんな感じでやっていきます。じゃあまず一番、まあ普通に走りそうなカーズから行こう。まず一台ね、こう、ほら、上に行ってるでしょ。こんな感じで。来た。これね、結構止まるからね。ここはね、確実に止まるんだよね、いつも。で、ここで流してやって、置いていきます。まあ後ろの車がね、使えってのをね、直したりしてくれるんですからね。ちょっと行きます。あ、なんか落ちたぞ。気を抜け。あ、この子走らなそう。幅的にも走んないし、みたいな。プリウス行ってみようか。プリウスが後ろの方行くんじゃないかなと思うんだけどね。あら、プリウスがいなくなった。あ、カーズが来た。ただプリウスはいなくなりましたね。プリウスはいなくなりました。行方不明になりました。全貌はこんな感じです。あ、忘れてた。ここにね、ドラゴンボールのキャラクターがいますよね。おー。バスも発車しよう。これいいだろうな、ホットビール。あ、バスが倒れた。ホットビール。これのクリアでかっこいいんだよね。あ、バスが倒れてるな。めっちゃ止まってんだけど。こいつがもう幅的に厳しいかな。ここであんまね、勢いよくやっちゃうとね、コースアウトするんですよ。あ、この子ダメかも。あ、あとちょっとここがあんまりはまってないな。あれ止まんない。まあ、いいか。レディゴー。結構ね、中に落ちちゃうんですよ。だからね、トミカが減るんですよね。ミニカーが減っちゃうんですよ。それ止まってるね。本当はね、こっちに出すこともできるんですけど、テーブルから落ちちゃうんだね。ここら辺から出すとね。ここは出せないけどね。これはどっちかというと、インか。あ、わかった。ここインだ。ここはイン。まあ、アウトでもあるんだけど。こうやって、ここからスタートするんだ、ほら。ほら、もう見て。あ、EV が倒れた。VV。これね、クレヨンしんちゃんのブリブリジャイモンか。もうしんちゃんが逃げ出してるからね。いや、ほら、この危険なドキドキマウンテンは。いや、行かせますよ、しんのすけくんで。いや、止まったなんか大事故が起きてる。もう一台なんか事故ってる。なんか大事故が起きてるぞ。ちゃんと止めよう。よし。はぁ、あ。ちょっと、一旦カメラを置こう。
こんな感じのね、マウンテンです。はい、ちょっとカメラをアングルを下にしてみましょう。こんな感じでおもちゃのね、まあ、街ってというか、まあ、僕もね、個人的にはね、これアクション結構好きなんだけど、あのね、動画にはしづらい、確かに。あと、これ一個でもパーツなくなったら終わるし。あとね、これね、ちょっとね、外れてんな、奥が。レオ、ちょっと行け、このレオいいでしょう。ね、このレオね、いいんですよ。古いやつなんだけどね、キングザウルスのやつで。これいいんだよ。やばい。後ろがやばい、なんか。これ道外れてない？なんか。道路が外れてる。あ、お前はここにいろ。わかった、これだ。この子が、あ、上に上がればいいんだな。上がって、ここがはまればいいんだ。はまった。これ結構ね、あのね、最初の組み立てが難しかったりするんですよ。このね、白いパーツがね、難しいんですよね。この、車を持ち上げるパーツがあって、ここもちゃんとはめ、ちゃんとはめないと結構ね、今みたいになっちゃうんですよね。あ、外れた。あ、これはいらないパーツなんだけどね、正直。まあでもね、あるとないとでは大違いというか。まあこれもね、リサイクルショップとかでは安いんでね。ただパーツが欠品してないかをね、さ、あの、確認しないと、レールが1個ないとね、結構きついんでね。ワンドラ。ワンドラね、ワンドラ。VV、VV。いいね。いや、なんか下が平らじゃないからあんま走りづらいな。あ、ここ、駐車場だからね。休憩所か、休憩所。これはね、ちょっとね、走んなかったらフルバックカーだからね。ここに、あ、忘れてた。ゴンビじゃなくて、ヤドン。レオ。レオ、ここにいなさい。あ、倒れてる。大丈夫か。で、しんのすけが行方不明なんですけど。しんのすけが行方不明になってしまった。しんのすけが行方不明になってしまった。あー、かっこいいな。かっこいいなって。他にもね、いろいろ今日おもちゃを持ってきてまして、あの、おもちゃボックスがあってね、いっぱい。いろいろあるんですよ。ペガサ星人のペガね、ウルトラマンジードの出てくるやつ。ペガとかも今日はいます。ペガ。でね、ドラゴンレンジャーじゃなくて、ティラノレンジャーの頭。まあ、あの、ヘッドだけのやつね。ここにね、実は理髪店もあったの気づきました、皆さん。いやー、焦ったー。焦るわ、これ結構。タロー！ね。ウルトラカプセルじゃなくて、ルーブクリスタル。とかもあってね。あー、ウルトラマン新しいの始まりますね。楽しみだわ。ウルトラマンタイガ。うん。おー。なんかすごい感じ。これ上の方見るとどうなんだろう。あ、こんな感じでいいね。山感があるね。今回ね、三脚をちょっとだけね、背が低い三脚にしたんですよ。山感出るかなと思って低い方が。あとね、これね、問題があって、基本的にはこっちが正面なんだけど、スイッチが後ろ側なんだよね。まあ、しょうがないんだけど、カメラで撮ってると、スイッチを入れづらいという。よいしょ。入れます。オン。あ、いや、肩つった。あー、あのバスがバランス悪いな、ちょっと。あ、ここ止まるわけだわ。ドラゴンボールがいるわ。めっちゃ止まってんだけど、今。こっちか、めっちゃ止まってます。ここを動かさなきゃね。あと、ここも動かさなきゃね。やっぱね、一番いいのはホットミールですね。200円とかで安いし、傷ついてもまあまあね、なんかいっぱい買っとけばいいんだから。で、ホットミールの方がね、走りがいいんですよ。あ、でもどうだろう、トミカの方がいいかな。微妙なとこなんだよな。まあ、古いね、ミニカーはね、悪くなっちゃう。これね、バランス悪い、やっぱ。ゴー、ホットミール。カーズもゴー。ゴー、救急車もちょっと幅があるのかな。これ、ビー玉とかでやったら一番いいと思うんだけどね。ここ、はまってないんか。あ、いった。あー、惜しい。
ちゃんとはめないといけないんだよね、多分本当は。これここもはまったんだけどな、多分裏がなんかあるでしょ。おお、結構動いてる。あー、でも止まってますね。渋滞が起きてます。救急車はこれ作業してるからね。救急車ちょっとまずいかな。なんか嫌な予感するんだけど、音が変わった。ブリブリザイモンカーもいて。あー、ブリブリザイモンカーかけるんだ。さっきもこいつ使えたもんな。ブリブリザイモンカーは引退。あれ、プリウスどこ行った？あ、プリウス中に落ちてんだ、そういえば。あの、ダイソーのプチ電車。あ、倒れてしまった。あれ？行かなくなったんだけど。この後ろ側でちょっと止まってるんですよね。ゲット。リオが倒れた。レオン、ウルトラマン、レオン、君のワン、レオン。あ、落ちた、落ちたよ。いった。結構これうるさいんだよね。子供とかパニックだよ。ホワイトライオンはちゃんといますね。ここだよな、やっぱ。あの子がちゃんと走るか見てみよう。まずどこで引っかかるか。あ、ここだよね、やっぱ。ここ絶対かかるよな、そりゃ。で、ここでも引っかかる。2箇所あるんだよな。なんかさっきからこの感じで、あー、落ちちゃった。ダメだな。あ、しんちゃんいた。見えるかな？あの奥にいます。しんのすけの亡きがらがある。あ、ワンドラー邪魔しないでくれ。この子一番いいな。ほら、今んとこね。もうここはね、絶対引っかかるんで。今までもずっとそうだったからさ。いったいった。ここはかかるな、やっぱ。この設計に無理があるんじゃないかな。後で削ったりしてやってみるか。あ、この子楽しい。いいな、優秀。ホットウィールなんだけどね。200円ぐらいで買ったやつで。ビンビン。レオン。ドン。うわぁ。レオン。この子1台が一番平和だわ。あと、このね、電池持ち結構いいんですよね。3次電池かなんか使うんだけど、単1だっけな。結構電池持ち良くて、だいぶ使ってるけどね、結構遊んでるんだけど、全然電池なくならないんだよね。ずっと動いてる。ここじゃダメだね。うん。まあそんな感じです。今回はね、はい。トミカのね、スリリングマウンテンで遊んでみました。まあ、リサイクルショップとかね、アマゾンでもあるかな。まあね、気になった方とかはね、ぜひ買ってみて遊ぶとね、これはね、僕が結構お気に入りでね、遊んでるんで、動画も何本か作ってるぐらいなんで、はい。ぜひ遊んでみてくださーい。でね、僕のね、サブチャンネルのおもちゃの専門のね、チャンネルで、今、海外向けにね、動画作ってるチャンネルがあるんだけど、そこではね、喋らずにね、これで遊ぶ動画を作ろうと思います。よかったらそっちも見てね。
僕のチャンネルのね、関連チャンネルみたいなとこから見れますんで、ヒカリンっていうチャンネルです。よろしく。それではまた、よかったら評価ボタンもお願いします。チャンネル登録、コメントもお願いします。じゃあね、バイバーイ。うるさくてごめんね。